それでは衆議院の方はまだ委員会があるようでございますが、お時間も、本会議があるようなので、始めさせていただきます。資源確保戦略推進議員連盟でございます。まず最初に、古谷会長、新庄幹事長からのご挨拶をお願いいたします。はい、どうも皆さんありがとうございます。この議員連盟はですね、日本の国力という視点から極めて重要な議連であります。で例えばエネルギー基本計画あるいは国土強靭化基本計画でもですね、メタンハイドレートの実用化に向けての取り組みの加速がはっきり明記されています。私たちはそういう意味でこの議員連盟はピンポイント議連といった方がいいかもしれません。そういう取り組みをしていく、そのための予算確保、そして、平成30年半ばまでの実用化に向けてのですね、この計画を確実に実行していく、総理がですね、所信表明演説でもですね、このメタンハイドレードのことについて言及をしました。日本はエネルギーの保有国になれる、まあ、こういうですね、意欲的な取り組みでございますので、ぜひ皆様方のご支援をそこからお願いを申し上げたいというふうに思います。本会議でありますので以上でございます。それでは先生方、ご苦労様でございます。今古谷会長がおっしゃった通りでございます。そして私たちのこの議連のですね、ミッション使命はまさにこの名のに表れている。資源を確保してそのための戦略を立てて進めていく、これがやってるようで足りなかったのがワンクイだと思います。資源を確保しなければいけないと思っていても、どのような戦略を立てていくか、それからその戦略がですね、全政府的にまた全国的にきちんとこれが統一されていくか、そこを整理しようというのがこの議連の目的だと思いますから、まあ、そういった意味では特にこのメタンハイドレートの表層型についてはこの議連がきっかけとなって大きく進展したこともございます。砂層型についてもすでに着々とですね、仕事が始まっている。さらには海底熱水鉱石のこの可能性というのは、これは地域のですね、地方創生と密接に関わってくるんです。ですから私たちのその資源を確保することと地方創生をいかにリンクさせて、それは経済成長につなげていける、この好循環を生み出せるかどうかというところがこの今勝負となっておりまして、ぜひそういう意味でまた力を入れてですね、進めていきたい。今日はまた新しい嬉しい報告もあるようでございますから、我々受け止めてしっかりと力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いします。早速でございますが、資源エネルギー庁の方からお手元の資料に従ってご説明を願い、またビデオの方もじゃあ連続して流してください。よろしくお願いします。資源エネルギー庁、資源燃料部長、住田でございます。よろしくお願いいたします。本日は手元に資料を用意させていただきましたので、そちらに従いましてお話をさせていただきたいと思います。まず一番最初3ページというところでございますけれども、アブダビにおきます陸上油田の権益の獲得ということでございます。本年の4月の27日にインペックスがですね、アブダビにおけます権益を獲得を、陸上の権益を獲得をいたしました。この油田は非常に世界でも規模の大きい油田でございまして、現在の生産量は日量160万バレルでございます。2017年には180万バレルまで増えるということになってございますが、この権益のうちの 5% を獲得をしたわけでございます。したがいまして日本に来る原油という意味でいきますと8万から9万バレルパーデーということになります。これは我が国の原油の輸入量の現時点で約2から3%ぐらいを占めるということになりますので、かなりの大きな規模でございます。特に左側の応援グラフにございますように、アブダビの会社が 80% 持っておるわけでございまして、それ以外に海外が 40% なんですが、そのうちこれまでに決まったのはトタールが 10%、 そして日本が 5%、 韓国が 3% ということで、その他はまだ交渉中というふうに聞いておるところでございます。これは
ある種資源外交のこれまでやっていただいてきておりますものの成果ということかと思います。特にこのアブダビの陸上油田の場合には、右側の地図でご覧いただきますと、陸上にですね、アブダビの陸上パイプというのがございまして、青っぽく書いてあるところでございますが、こちらを経由してですね、フジャイラという港から輸出をするということで、ホルムズ海峡の外側であるという意味でですね、中東のものでありながら非常にセキュリティ上大きな意味を持つというものでございます。これについて本日はまずはご報告させていただきます。これ以外にもですね、いろんなものが現在動いているものがございまして、例えば報道も一部されておりましたけれども、バレンシアにおきましてはですね、GX あるいは INPEX といったところが新しい油田を少し見つけつつあるというようなお話もございまして、これらについても今後の動きに期待をしているところでございます。それから次のページでございますが、5ページ目からメタハイドレッドその他につきましてのお話をさせていただきたいと思います。今冒頭もご話ございましたメタハイドレッド、表層型のメタハイドレッドでございますが、ご案内の通り25年度から27年度にかけて資源量調査というのをやっておるところでございます。すでにこの2年度間におきまして、26年度までの段階で日本海岸に970箇所ほどのガスチムニー構造が発見をされました。特に昨年度は上越、秋田、山形沖で3箇所でですね、サンプル取得を行いました。このサンプルにつきまして後ほどビデオでご紹介をさせていただきたいと思います。このサンプルにおきまして中の構造がだいぶ分かってまいりました。ガスチムニー構造はお茶碗をひっくり返したような形でございますが、海底面から海底面から50メートルぐらいの深さまでの範囲でございますと、厚さが10センチあるいは1メートルぐらいの比較的シャーベット状になったメタンハイドレットが存在をすると。ですからそのお茶碗の中側でございますが、お茶碗の中側の深いところでは厚さ1センチ未満あるいは直径1センチ未満のメタンハイドレットの棒状のもの、あるいは球状のものが存在しているということが分かってまいりました。今後ですね、今年度におきましては6ページ目でございますけれども、この結果を踏まえまして、上越沖と沖周辺に海域を絞りまして、集中的なサンプル取得を行って、今のガスチムニー構造、それぞれ全体がどのようになっているかということについての状況を把握し、全体の存在量というのが大体分かってくるだろうということでございます。また、右側のところに書いてございますように、掘削同時検証調査と書いて、ちょっとお分かりにくいわけでございますが、掘削をしながらセンサーを同時に使って、ガスチムニー構造の中をよく調べるということをしていきたいというふうに考えてございます。ここでそうしましたらビデオの方を表層型のメタンハイドレットに関する状況につきまして、映していただければというふうに思います。今これは白麗という船でございまして、船が出船するところでございます。真ん中に立っておりましたのが掘削の装置でございます。これは今上越沖、新潟沖の方にですね、船が出ているところでございます。これがですね、実は、掘ってですね、パイプを取り出したところでございます。でこれが中に入っております、メタンハイドレートでございます。
そう白い、これがその取り出したメタンハイドレートをですね、火をつけまして、まあ、燃える氷になるものをですね、証明しているところでございます。で今これ縦に入ってたものが横になってますが、大体この厚さをですね、これで今測っているところでございます。で実際にメタンハイドレートは液体窒素でですね、低い温度で保存をするということで、ございます。これが少しアップにしたところになります。これはですね、海底のでですね、探査をしているところでございます。でこのメタンハイドレートの上に土がかかっておりますが、白いところがですね、メタンハイドレートがまさに露出しているところでございます。で泡が出ているのはですね、メタンハイドレートが気化しまして、出ているのはメタンガスでございます。一応以上でございます。はい、プルーム、はい、プルーム、今のは何かでも気泡のような気がする。そうですね、集中的にある場所で、まあ、その条件に、環境条件によるんですが、まっすぐこう、割とはっきり出てくるやつ。はい。その泡のようになってるのと、はい、それから剥離して、ハイドレートがこう、塊が出てくるのもある。塊が上がってくるというんですか、まあ、それは場所によって上がってくるケースもある。そのかなり小さく剥離すれば上がってこれるということになると思います。それは密度によって差がある。そういうこと、密度によって差があります。氷状でございます。はい、氷状でございますから、もともとの水よりは軽いんですけれども、中にいろんなものが混じっているとその分重くなっちゃうので、うまく剥がれればそのまま上がってくるものもあるということでございます。ちょっと後から来た人いるから、一番出たところが画像が出てきたんです。この辺ですね、これがシャベット状になっているメタンハイドレートでございます。白いやつがメタンハイドレート、白いやつですね。そうですね、氷がそのままいる感じです。もちろんですね、ドライアイスみたいに、そこまでは冷たくないですね。上からまっすぐストーンとパイプを入れて、ドリルパイプの中に最初のパイプを入れておきまして、それこういうふうに、あれでそうですね、このパイプです。あのパイプを縦に何本もつなげてですね、これ1本20メートルぐらいと、それを何本50本ぐらいつなげれば1000メートルまで入ります。低温で水圧がかかってるから固まってるから、今でも常温で、いや、これは圧力かけたまま上に上げてきて、ほらって見せた瞬間の状態、はい、ですぐはどんどんすぐに冷凍したりですね、窒素で冷凍したり、圧力をかけた状態で保存しているんです。で、あれはデモンストレーションとこう開けてみたものもやるし、それでこの瞬間これあっという間になくなるってもんでもないんですよ。まあ、それは氷状なので、とりあえずは、そのまま気化消化しちゃいますけども、気化しちゃいますけども、常温だと、そう、つまりその最初方法として気化させて何かでね、はい、カバーをかけて圧力を、そういうことではちょっと難しい。まさにですね、この採取方法をどうするかということを28年度予算以降で
取り組んでいきたいと思っております。今ほぼ、今年度までで全体の資源量が分かりますので、28年度予算におきましては、どういう、これかなりその高等向けなやつも含めてですね、いろんなアイデアをまず募集をして、そのうちの今度は選抜してですね、いくつかをさらに実験をしていくというような形で、ダープ方式なんて言われてますけども、ある種の提案公募的な形でですね、絞り込みをしていくということで、幅広くアイデアを募集をしていこうということを考えております。一方で、後ほど申しますようなですね、回転熱水工場などですでに溶鉱の技術というのが一部できかけているところもありますから、そういうのを使いながら部分的に上げてくる実験のようなものもですね、できるといいなということを今考えておりますところで、これから28年度予算についてよく検討していきたいというふうに思っております。すごいコンパクトに最後まで説明しちゃった後で皆さんにご意見いただいて、とにかくお尻が切れてるから、はい、お願いします、続きまして7ページ目は、誘う型のメタアニメートでございます。こちらご覧の通り、2年前に実験をした結果、この砂が詰まったということの原因がだいぶ分かってまいりました。左側のですね、左側の写真にございます茶色い部分がですね、砂を侵入させないためのちょっと荒っぽい小石のようなものの層を作っておいたんですが、思いのほかですね、周りから入ってくる砂のスピードが速く、うかつ大量に入ってきたものですから、この物理的な保護層をぶち破ったものがございまして、このためにたくさん砂が入ってきてしまったということで、この今の茶色い層のところに樹脂を混ぜまして、この層が壊れにくいようにするということを考えております。しかもその樹脂に、右側の絵にございますように、樹脂に膨張性のある樹脂を持たずにしまして、掘っていった時に隙間ができちゃいますと、どうしてもスピードの速い砂がやってまいりますので、この隙間を埋めるような形でやっていこうということで、28年度以降こうしたものを使いながら長期の海洋産出試験に向けた準備をしていこうということでございますし、またアラスカとも協力をして、アラスカの陸上にあるこの砂層型の構造において実験をしていこうというふうにことを考えてございます。それから9ページ目以降が海底熱水鉱床でございますが、こちらは大変喜ばしい発見がございました。昨年の末と今年の初めにですね、海上保安庁の協力なんかも得られたこともあり、沖縄本島の近くといいますか、西側、北西側の伊平屋という場所にですね、ノホサイトという場所が一つ発見をされ、また久米島の西側にはゴンドウサイトという場所が発見をされました。ここにおきましてはですね、右下の表にございますように、例えば銅の部分を見ていただきますと、深沢鉱床というのは既存の秋田県の鉱床ですが、銀のところを見ていただきますと、一番右側ゴンドウサイトでは3倍、ノーサイトではこの深沢の 9倍から10倍ぐらいの濃さで存在をすると。また銅やですね、金についても既存の鉱山よりも高いレベルで存在するということが分かったわけでございます。今後10ページ目のところでございますが、これをどうやって掘り出して持ち上げてくるかと、固体ですからなかなか簡単には持ち上げられないわけですけれども、そこの絵にございますように、一番下の真ん中に採掘収穫試験機というのがございますが、これでぐりぐり掘ってですね、細かく砕いて、泥状のものと一緒にですね、若干軽い泥状のものと一緒に右側の水中ポンプシステムというところを通して上に上げてこようと、こんなことを考えておるわけでございまして、29年度にはそのパイロット試験を実施をしたいということを考えております。で、少し嬉しい話というのは11ページ目のところにございますけれども、この今申し上げた採掘試験機でございますけれども、これがだいぶできてきたということで、特にこの左側はですね、三井三池の会社、それから右側は三菱重工という、その日本の会社がですね、こういった試験機を作ることができるようになったという点が喜ばしい点でございます。
ちょっと飛ばさせて、時間もございません、飛ばさせていただきまして、14ページでございますが、その他のさまざまな取り組みの中で、一つこれから面白いかもしれないのは、微細藻類もですけれども、これが今研究が進んでおります。藻にはいろんな種類があるんですけれども、一部の藻は、CO2 を吸収を、二酸化炭素を吸収しまして、自分の体の中で油を作るということで、これを大量に培養しますと、その大量に培養した藻をじゅっと絞るとですね、原油と同じようなものが取れるというようなことがございます。したがいまして CO2 の排出を抑えるといいますか、 CO2 の利用ができるということとともに、国産原油のようなものができるかもしれないということで、さまざまな会社が取り組みを行い、NEDOが支援をしております。また福島におきまして、一番右側のところでございますが、松久保大学が中心となって、福島でも土着の藻類を使って似たような研究をしておりまして、これは復興の観点からも非常になかなか使えない土地が多いということを考えますと、そういったところに大量に池を作って、池といいますか、その水を張ってですね、藻を作るということも可能かというふうに思っております。それからその他、国産資源という意味では15ページのところに、千葉沖などで、千葉などで見受けられます水溶性のガス、これにつきましてもですね、意外とその埋蔵量は多くございまして、LNG 換算でですね、2億7000万トンぐらい、まあ、大体3年分ぐらいの感じでございますが、まあ、これがあると言われておりまして、まあ、こうしたもの、これまでは地盤沈下のためになかなか、組み上げることは認められてないんですが、むしろその海洋の部分にも海の下にもあるんじゃないかというようなこともございますので、まあ、これも開発を進めていきたいということ。から最後でございますけれども、16ページ目のところ、資源の確保という意味では、アフリカが資源国でございますので、アフリカとの資源大臣会合なども来週末に予定をしているところでございます。それが駆け足でございました。以上でございます。ありがとうございました。それではご質問、秋元先生。表層型の方は環境挨拶が非常にこう環境省が重い雰囲気でも、表層の方はなんか入れるとパリパリって割れていくから、本当に採掘する場所じゃなくて広がってしまうから、非常にこのアセスの許可が取りにくいんだという話だったんですけど、その辺って今どの辺まで話が進んでるもんですかね。おっしゃる通り、これはその環境への影響というのは非常に懸念をされていまして、特にその、まあ、漁業、意外とその漁場といいますかですね、カニとかエビとかそういうのがよく取れる場所だとかいうようなこともございますので、これについてはまだ環境省とは十分話ができておりませんので、これからやっていきたいと思います。はい、大変大事なポイントになります。赤池先生、ありがとうございます。まあ、メタンハイドレートはじめ、国産エネルギーの、この開発スケジュールなんですけども、まあ、これからということでご説明いただいてるんですが、これ、予算の制約、技術的な制約、いろいろあるとは思うんですが、何をクリアしたらもっと加速してですね、開発が進むのか、まあ、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、これはですね、やはり新しいものでございますので、どうやってその